今や珍しいものではなくなった海外移籍。そもそも移籍とはオファーを受け条件が整い次第選手が動き出すもの。しかしこの男の場合は大きく違っていた。まあだから多分アホなんでしょうトルコアンタルヤ、激しい嵐が続きグラウンドが使えない中でも男はこの地で汗を流していた。相馬隆人、鋭いドリブル突破、正確なクロス、浦和レッズではレギュラーとして活躍していた左サイドアタッカー。日本のそしてアジアのトップレベルに君臨していたが、先月移籍先が決まらないままレッズを退団。全ては自らの夢のため。今年しかもないと思ってたし、自分がこっちにチャレンジできるチャンスっていうか、もう僕も27になったから、やっぱこっちのサッカーにすごい憧れ持ってたし、自分がどこまでできるかっていうのをトライしないままサッカー人生を終わるのがすごい嫌だったから。単身トルコに渡りトライアウトのような形で売り込みをかけていた。しかしオファーのない不安な日々が続く。迎えた滞在11日目、まあ、あのポルトガルのチームから昨日の夜に、まあ、正式なオファーがあって、まあ、ドイツのチームは、まあ、明日どうなるかって感じですね。ようやく相馬に世界への扉が開かれた。期待に胸を膨らませ旅立つ先はドイツ。はい、はいはい、チーム関係者の人とは話して、まあでも今の状況ではちょっと厳しそうだということなんで、そうですね。契約間近だったが直前で白紙の状態に。現実は甘くはなかった。まあそんな簡単には決まんないですからね、チームって。まあその日本でオファーが来ていくっていうわけじゃないから、まあそれは分かってるんで、まあしょうがないですね。テレビに映るヨーロッパフットボールの世界、いつこの舞台に立てるのか。ドイツ滞在わずか15時間、再び旅立った相馬。いやもう本当次の日にどこにいるか分かんない状況で旅してますけど、まあやっと落ち着きそうなんで、まあ、楽しみです。次が移籍マーケット締め切りまであとわずか。ポルトガルに着いた相馬は代理人と合流した。今のチーム、4-4-2、なんだよ、フォーメーション。ほとんどの展開が右から行ってるわけです。でいまいちこう左サイドの選手が信頼されていない。だからまあ今回は左を補強しようと、相馬がうまくはまったっていう感じです。正式オファーを受けたのは北大西洋に浮かぶマデイラ島を本拠地とするポルトガル一部リーグのマリティモ。あのクリスチアン・ロナウドの生まれ故郷でもある。もう迷いはなかった。マデイラ島に降り立った相馬、待っていたのは地元メディアからの取材構成。そのままクラブハウスに直行し会長らと面談。契約交渉も順調に進んでいった。早速ユニフォームに袖を通すと、次に向かう先は会見場。マデイラ島到着からわずか1時間半のスピード入団会見。
もう勝手に始まったみたいな感じで、何度にもない。そして午後には練習にも合流。そのままベルディ時代にも監督を務めていたドリシと再会。今までの苦難の道のりが嘘のように、この一日で夢が実現。やはり相馬にはユニフォーム姿がよく似合う。しかし表情は厳しいものになっていた。ただそう簡単な道のりではないっていう、むしろゼロからのスタートっていうよりも、むしろマイナスから、その日本人っていうそのこの国のイメージだったり、その俺が言葉喋れないことだったり、そのいろんな面がマイナスからのスタートに近いと思う。日本でもアジアでも頂点を味わった。そんな現状を投げ出し、単身海を渡ってのマイナスからのスタート。この男にとって海外移籍とは、夢という言葉以上のものがあるのかもしれない。このチームで試合に出るってことは、ヨーロッパのどこの国でも見る機会は日本よりも何倍も広がるわけだし、まあ、とりあえずそこの中に身を置けたっていうのは大きいと思う。まあ、やっぱスペインでプレーしたいですよね。まあ、そこへの道のりはそう簡単なものじゃないかもしれないけど、まあ、やる価値はある挑戦だと思うし、チャンピオンズリーグは もちろん、あれ聞いたらやばい、マジで。まあ、それがスペインのチームで聞けたら最高ですけど。翌日、地元メディアは相馬入団を一斉に報じるが、苦難の道のりは何一つ記されていない。本当の戦いはこれからだ。